山川が今シーズンオフ大幅減俸必至も、キオフのフォア、C ランク扱いでお買い得物件化の可能性というニュースが出た。あの山川が C ランクで獲得できるとなれば、争奪戦は間違いないです。このニュースではどのように伝えているかというと、このような考えがあり、来年 C ランクになると予想している。今オフの契約公開で大幅減俸は避けられないでしょう。今季の山川の推定年俸はチーム3位の2億7000万円。選手の同意がない場合の減額上限 40% を超えるダウンで1億円割れしてもおかしくない。ただ、そうなった場合は日本人選手の上位10人から外れて人的保障の必要がない C ランクになる可能性が考えられるとしている。そして、被害者側が検察審査会に異議申し立てをせず、民事も双方が納得の上で解決した場合は、無期限の出場停止処分が解除され、来年のシーズン中に一軍でプレーできるようになるかもしれない。そうなると、保険を取得した来オフの山川は他球団からお買い得物件と受け止められる可能性があるのである。それでは、フリーエージェントの C ランクとは何なのかについて考えてみた。フリーエージェントでは選手ランクによって何が変わるのかというと、保証だ。と制度によって選手を獲得した球団は以前の在籍球団へ金銭または人的保証をしなければならない。その保証内容が選手のランクにより異なる。そして C ランクというのは金銭、人的保証ともになしであり、取る側からしたら損がないのである。皆さんはこのような状況が本当に起こると思いますか？私はこの先はどうなるのか全く想像がつきません。ただ、言えることは山川選手がプレーから離れて長いので、実戦に早く復帰してほしいということです。皆さんの意見をコメント欄にいただけると嬉しいです。無期限出場停止はあくまで西武の処分であって NPB の処分ではありません。他球団に移籍したらこの処分は解除されます。西武が山川を守ろうとしているなら来年開幕前くらいに電撃的にトレードが考えられます。シーズン終了後にトレードするとオフの間ずっと話題になってしまうので、キャンプ後くらいが X デーだと思う。相手はもちろん巨人でしょう。中田翔の前例もあるし、年俸5000万円くらいの可能性あります。西武 GM が故障者特例措置制度での日数加算を明言したようだ。NPB に認可されればそのままフォだ。西武的にはとっとと山川には出て行ってもらおうということなのだろう。もちろん保証好きでね。これからは相手先の話になるけど取るところあるのかね。実力はともかく厄介ごとに巻き込まれるのは間違いないわけで、球団のイメージ的にはどうだろうか。西武ファンが山川穂高を応援するかしないかは今シーズンオフの契約次第じゃね。GM の話では怪我云々の特例でフォア取得してるということだし、山川が宣言残留や複数年契約を西武と結べば、西武ファンは山川穂高を応援するだろうし、ただし怠慢プレーや自己中的なコメントしたり、成績が土底辺なら叩かれるだろうが、と移籍を見越しての一重年契約なりと宣言するなら、西武ファンは山川穂高を応援することはないだろう。力量からすれば選手としては魅力のある人ですが、獲得したことによるファンからの対応を考えると二の足を踏む球団もあるのかなとは思いますが、ただ少し前のジャイアンツが中田を獲得したようなウルトラシーもありますからね。どうなりますかね。あと17日間一軍でプレーすれば国内保険を取得できたが、今回の処分で今季中の権利取得の可能性はなくなったと、事実と異なることを臆面もなく報じる会社に報道に携わる者とし、手のプライドはないのだろうか。下半身事情だとセリーグ球団も躊躇するだろう。となると引退も考えられる。不起訴処分で本人は安堵しただろうが、世間はそんなに甘くはない。不貞行為の代償は大きいということだね。夫人と子供がかわいそう。相手もこのまま引き下がるとは思えない。検察審査会に審査を申し立てるだろうし、民事訴訟もあるだろうから長くなるよ。減額制限を超える年俸提示するなら、拒否すれば自動的に自由契約になって、A ランクだとか C ランクとか関係なく自由に好きな球団と契約できるのでは？取る球団があるかどうかは知りませんけど。
悪いことをしても、球団を変わればリセットされるのはいかなものか。コンプライアンスのかけらもない巨人軍にとってはいい話だよな。期限、無期限を問わず、禁止という懲罰には、となどの日付カウントされるものは、カウント停止という項目が、との項目に必要ではないか。結局は、逃げ得だよな。Thank you.